毎度お世話になっております。やっと来たんですか、うん、ルックやっと来たやん。やっと僕のまた待ち望んだ状態になったでございます。はい、ニーコラニーコラ言い上げてえ知っとるやろ知っとるやろ知っとるやろ僕がニーコラ言ってる時がありましたか。うん、まあそんなんでも買えないけどお前もっと言ってこいって。なんで俺がどちらかというとこうなんていう俺が言う側やのになんで俺の方が周りのみんなからあんだけ言われないかんのやろって思うよとは。みんな言ってんそれではいかんけん今すぐ取りに来いって今すぐ電話しろっていう。それとかなんか途中のあの何打ち合わせとかそんなやじるもそのなんか周りの人たちの方がヒートアップしてお前そんなんではいかんやろがって言って逆に俺が怒られるっていう案件やったけどほんまにどなんなっとんねんって思いながらほんまにまあ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 無事できたんですか。一応ですね、はい、まあ後歌集ということで、はい、まあ歌集の方をし直していただきまして、はいはい、まあ非常に使いやすくはなりましたのでまあこれで思ってた通りの2台にはなりましたよ。はいはいはい、そうですか、はい、ちゃんとフラット2台で、そうよ、あれやな、うん、タイヤ小箱、そう、フラット2台で、で、小箱もちゃんとタイヤ小箱が取れるように、はい、ね、この、ちゃんと内棒を入れて、はい、はい、まあ、ちゃんと小箱もできておりますし、ね、はい、まあ、強いて言うのはちょっと、いろんなところに、穴はよく開いてますけど、まあ、それはね、まあ、致し方なしということで、まあまあまあ、はい。まあ、そこまではもう僕も言わないんで。そうですね、はい、じゃああれやな、うん、この穴を利用して二輪用のフックをつけながらね、そう、まあ、この穴を利用して二輪用のこうフックとかそんなのつけてったら、ね、まあ便利になるっていうふうに前向きにちょっとこう考えてもうやっていこうかなとは思ってますので、はいはい、なんで僕もねやっとこれで物が運べるようになって、で一応これはその、うん、まあ、基本車載車なんですけど、はい、まあ、メインはね、はい、どちらかというと、例えばロードサービスで使うのがメインなので、はいはい、まあ、お困りの方がいらっしゃいましたら、はい、別に県外だろうが何だろうが、はい、すぐ言っていただけたら、はい、まあ、取りにお伺いいたしますので。ほんまですか、行く行く、 YouTuber さん直々に来てくれるんですか。俺が暇やったら。行く行く、でも逆に乗って行ってくれる人おるんですか。おらんな、おらんやん、そうなんだけど、どうせ俺が行かないかんだけど、うん、だけあれよ、でほらさっきのこれもんこれ見に行っとったの、はいはいはい、なんか窓が落ちてどたらこうたらって言ってなんかギーギー言い出してっていう件、じゃあもう取りに行きますって言って、あるよね、そうですよ、うん、とかあとはほらそれこそこの間もね、うん、愛媛の方まで水漏れして、あれもプジョーやったな、あれ最近あれじゃな、プジョー多いな、プジョー多いよ、プジョー多いよ、なんかトラブってる率高くない。いや夏はプジョーは辛いんかもしれんな、ほんまに。とかあとは BM さんももちろんあるし、はい、であとはね、はい、この車格にしたのが基本的に2トン以上のものを積むためっていうのはあるの で、 そうです、ね、例えばテスラさんとかになると、はい、もう軽く2トンをやっぱり超えてきますの で、 そうです、ね、モデル SX だったら2トンオーバーなんで、はい、そうですね、はい、なんでまあそんなんとかにも対応するために、はい、まあ、一応このやつを仕入れましたので、まあ、皆さんもね、はい、ぜひむしろこれを買ったからには、そうや、フラット台車やけんあれで知能の低い車も大丈夫、そう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 、そうなんやって、そうなんやって知能が低い車もだけ、これで俺もあれやけんシビックにやっとバンパー交換できるけん、ほんまに、あそうよ、俺の自分のシビックがほんまに、はい、そうよ、知能の低いバンパーをつけることができるけん、ほんまに幅広も対応やしな、そう、煽り切り、煽り切りしとるけんな、うん、これめっちゃええで、これはいいですね、そうなんですよ、ほんまに。で一応あとはね、その、はい、何距離乗っても大丈夫なように、うん、ちゃんと馬力もそういうモデルで選んどるけん、そうなの、そうよ、なけんどうせ高速乗って移動するのが多いけんな、まあな、そう、でもトラックの馬力ってさ、いっぱい選べるけどさ、うん、あんまりピンとこんねん、ちょっとな、何倍だっけ、175馬力か150馬力かみたいな、150が多分標準、そうなけ175馬力にしてる、そうなの、チューンされてる、俺らも馬力はある方がええやろって言って、ロムチューンや、そうよ、ロムチューンでカピュアツ上げとるけんほんまに、そうでしてあるし、はい、あれですよ、もう相田さんにあんだけ言われましたけど、我が社はまだマニュアルを買いました、そうなの、そうやっぱマニュアルやなって言いながら、そうよ、ええー、よ、すずの
うん、オートマ。オートマな、うん、まあいいらしいけどな、うん、まあ、またちょっと次の時に考えようと。まあまあ故障はやっぱマニュアルの方がないんで。そうそうそう、マニュアルがいいと思いますが。そう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 、でまあ今それでねやっとさせて。でもなやっぱな静かやなこいつ、エンジンが。もう最近のトラックはこんなもんですよ。マジでもうだって乗用車かなっていうぐらい静かやもん、ほんまに。めっちゃ静かやな、ほんまに。まあこんなもんですよ。いやいや、うん、もうだって乗っちゃってもびっくりして。えそうなん、こんなにあの車内も静かなんやと思って。静かやで。いやだってうちの前のほら積載は、ああやばいよね。うん、もう会話ができんや。確かに一生懸命喋らんかったら、うん、それがやっぱできるレベルやし、まあ、これやったらこうエンジンかけとって作業とかするも、はい、まあそんなにね、まあ、ね気が引けんかなとは思うので、あこれぐらいはいいですね。じゃああれやな、早いとこ鳴らし運転を終わらせて、はい、ワグナー、おワグナーいるよ、ワグナーいるよ、ワグナーいるよ、うん、どうなるかね、うん、ちょっと試してみたいなと思ってますので、はい、1リッターボトルでいいですか。ええ、あ、そうか、トラックの半券はそっちが持っとんか。そういうことか、なるほど。ちゃんとあの販売元通してもらわない。そうやな、俺200の半券しか持ってないけどな。まあ、205本入れるんでもええけど。いやまあ割高なんで、うん、それだったら1リッターの買いますわ。なるほど、そういうことですね、はい、まあでも今回ね、まあいろいろ本当紆余曲折はありましたが、まあ、まあ、どうにか納得いく形で。そうですね、はい、まあ皆さん的にはもっとね揉めることを多分期待されていたんではないかなとは思いますが、はい、まあでもほんまに来て、まあ、上司の方とかね、うん、含めてこういろいろお話はして、はい、でまあ結局そのまあお互いのその妥協点で、うん、まあよしぐらいの感じで、まあ、やりましたけど、うん、まあ周りのね、うん、まあ相田さんをはじめみんなから言わしたら、うん、お前もっとそこはってこう最終まで言われましたが、いやでもまあ早かったんじゃない解決。まあでもどっちかって言ったらその保証内容うんぬんよりかは、うん、とりあえず早く使えるようにしてほしいっていうのが一番やったけん、うん、そうですね、うん、だけもうそれはやっぱりありがたい話でございますよ、うん、ここまで言ってくれたらね。でまあ今からね多分こう使いながらまあいろいろと多分出てくは来ると思うので、うん、はい、まあそんなんも含めで、あとはねあの何ですか、鳴らしを早く終わらして、はい、僕もあのこれで乗って大阪まで行かないかので、あれですか、あれです、あの案件です、うん、あの、はい、マフラーの案件です。そうです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 、あの FC を積んでいかないかので、はいはいはい、マフラーの案件ですね。そうです、ね、そんなんもあったりとかしますから、うん、まあ、やっぱねちょっとそういう感じでね、はい、やっぱ動いていいかなとは思っておりますので、はい、じゃああれやな、んマフラーのついでに、うん、添加剤の案件してもらったらいいんじゃない。ほんまやな、その時までに、そうやな、あれが来とったら一緒に、マフラーと添加剤の大御所ですからね。そうやな、はい、一緒に渡してどうかちょっとこれでこすって遊んでくださいって言っとこうか、ほんならな、うん、確かにそれはええかもしれないですね、うん、ますね。まあなんで、まあでもね、何せよ無事に本当来てもう良かったでございます、ほんま。そうですか、ね、まあ、個人的にはやっぱただのがええと思うんやけどなだけもうここもうここもうやっぱただのただのやな、やっぱり。いやまあな、スライドも良かったけどな、うん、ライドも良かったけど、もうやっぱグイーンと。香川県民としてはやっぱただのですよ。あ、そんな俺が悪いやつみたいに言うかな、ほんまに。え？え？ただのさん、お仕事お待ちしております。あ、なるほど。そういうことでございますか。いやまあいいと思いますよ。まあ僕もね、はい、あのバイクの運搬がだけ、はい、とか、そうだからハーレーとか、ハーレーはあんまりやけど、でかい系のバイクをね。まあでもでかいバイクはやっぱこうやってフラットに降りた方が安心よね。だって、いやもう今困るんで言ったら、例えばもう VMAX の1700とか、あ無理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 、もう触りたくもない。もうあのうちのパワーゲートやったらもうな、ゲートがこうキュワってしなるんやって、ほんまに。もうね、重いバイクを斜めに上げるとろくなことはないけん、ろくなことはないけん、ほんまに。っていうのがあったりとかするので、まあねこれでいろいろとまたロードサービス系のお仕事も、はい、まあ、進んでいけるかなと思いますので、はいはい、また今後もよろしくお願いいたします、はいはい、ということでチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバイバーイ。はい、本日のおすすめはこちらの SOD1 の方にあります。まあ、あのうちのチャンネルを見ていただいている方だったら皆さんご存知だとは思いますが、あらゆるオイルに使える万能添加剤でございます。添加剤といっても何かこう一つの能力を足すというよりかは、オイルの基本的な能力を引き上げる、
ワンランク上のオイルを入れたような感覚になるようなスーパー添加剤でございます。でまあですね、それにプラスしてこちらの SOD1 フューエルの方もございます。こちらを入れることでさらに燃料の方からもあなたのエンジンを保護します。ぜひおすすめの添加剤ですのでお使いください。よろしくお願いします。